ラストスパート頑張って2023年ジャニーズ退場のキンプリヘイヤー仕様ダンスは全力歌もうまいなにわ男子大橋和也を抑えて堂々の第1位は2023年活躍に期待のジャニーズトップ3ランキングご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます2022年には トラビスジャパンが全世界デビュー、ジャニーズはグループや個人で音楽以外にも、ドラマや映画、YouTube などでの活躍が目立った一年だった。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、2023年活躍に期待のジャニーズについて聞いてみた。 四角第3位は、元気で周りを笑顔にさせる、何わ男子大西流ながれ星。第3位は、何わ男子の大橋和也。大橋は、2022年にドラマ、消しゴムをくれた女子を好きになった。日本テレビ系で連ドラ単独発主演を果たすなど、活躍。1月8日には、原チョコ、バチバチ TV、テレビ朝日系。 で、ハライチ、チョコレートプラネットと共演、10日には、池上明の関西人が知らないキャンセイ、フジテレビ系にメンバーの大西流れ星と共に出演するなど、年明けから活発に活動している。大橋には、いつも元気で周りを笑顔にさせる良さがある。ダンスは全力、歌もうまい、39歳、女性。 事務職、2022年も歌番組やドラマ、バラエティと幅広く活躍していて勢いがあるから、24歳、女性、総務人事事務、これから活躍が増えそうだと思った、17歳、女性、学生フリーター、顔よし、トークよし、お芝居もできると3拍子揃っているから、 2023年は2022年よりもテレビでよく見そうな気がする。32歳、女性。主婦、いつでも元気で明るく人に好かれるから、39歳、女性。かわいい。キャラが良くて人気だから、23歳、女性。パートアルバイト、など期待の声が続いた。資格第2位は、退場後の活躍も楽しみなキンプリヘイヤー仕様。第2位は、 q n g o ブ s の平野仕様。平野は2023年5月にグループを脱退、ジャニーズ事務所を退除することが決まっている。2022年末の NHK 紅白歌合戦に金プリとして登場した際には5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています。 とコメントしたことが話題になった。平野には、ジャニーズは退場するが、その後どう活躍するのか気になる、31歳、女性。主婦、色い々ろいろあったみたいだけど5月の退場以降も活躍してほしい。見ていると癒される、30歳、女性。総務人事事務ジャニーズを辞めてからどのような活動をするのか非常に気になる、21歳、女性。 学生フリーター、脱退などいろいろあるが、彼の人柄や性格などは他にはない、今までにいない、人に好かれる才能があると思う。いろんな場面で活躍できると思っている35歳、女性、パートアルバイトなど、ジャニーズ退場後の活躍に期待する声が多数。他には、カリスマ性を感じるから29歳、女性、学生フリーター、 俳優としても目が出始めている33歳女性ラストスパート頑張ってほしい38歳女性総務人事じむという声もあった。資格第1位はオファー殺到のスノーマンメグロハス第1位はスノーマンのメグロレンメグロは昨年の川口春奈主演ドラマサイレントフジテレビ系で世間での注目度が急上昇 福原洋主演の NHK 連続テレビ小説、舞い上がれの出演で広い世代での認知度もアップしている。3月17日には初の単独主演映画、私の幸せな結婚の公開も控えるメグロには、主演映画が公開されたり、ドラマ、サイレントでの公演によりオファーが殺到していると思うから、16歳、女性、学生フリーター。 色気もあるのに、笑うと少年のようでとっても優しそうな感じで、素敵。34歳、女性。主婦、アイドルとしてだけでなく、俳優として頭角を表したと思う。25歳、女性。デザイン関係、ビジュアルもいいし、ドラマや映画など期待できる。24歳、女性。学生フリーター。昨年はドラマや映画で大活躍。 これからどんな演技をするのか興味がある、29歳、女性、学生フリーター、ドラマをきっかけに見るようになった。そこからスノーマンを知り、ダンスのかっこよさなどを知った。もっと活躍しそう、27歳、女性、学生フリーター、花があるした際、39歳、女性、主婦、かっこいいし、歌もうまいし、演技力も高い。印象がいい、21歳、女性、 学生フリーターなど様々な理由があがった。